デビットカモルタルオンディスプレイアットザ・ギバティ・ミュージアム、イスラエル、76.2mm ダビドカ迫撃砲、とは、イスラエル製の迫撃砲である。1948年の第一次中東戦争の初期にツハットとエルサレムで使用された。スピガットモーターと呼ばれる方式の迫撃砲で、弾頭は、口径よりも大きく、口径3インチで 40kg の砲弾を飛ばすことができ、 大きな威力を発揮したが、射撃精度は低かった。それでもアラブ軍に対して、戦果を上げた。この兵器は巨大なゴリアテとのダビデ王の戦いに、ちなんで、小柄なダビデを意味する、ダビドカと命名された。巨大なアラブ連合に対する、小さいイスラエルに対する惨事であると言われているが、本当はこの武器を設計した、デビッド・ラバー・イッチの名前から取られている。 1947から48年の冬に、イスラエルミリタリーインダストリーズの前身となるユダヤ、国防組織ハガナーのための武器密造組織の手により、ホロンのイスラエル農学校で設計、開発された。1948年3月13日に、ヤッファのアブカビール近所への攻撃において、初めてダビドカ迫撃砲が使用された。最も活躍したのは百四十八年五月。 9から10日の夜のュタデルの解放であった。全部で6門が製造され3個旅団に2門ずつ配備された。現在では全て退役して記念碑としてイスラエル各地に展示されている。ありがとうございます。